日本の大衆魚。沖から揚げるとすぐに弱ってしまうその性質から魚偏に弱いと書く。そう、イワシ。しかし今巷ではイワシこそ最強の魚との噂が。それは栄養面、血液サラサラに効く EPA など栄養素を豊富に秘めたまさに泳ぐサプリメント。今夜はそんなイワシを豪快にすりおろして贅沢なつみれ仕立てに、上品なつゆとともに仕上げた和の情緒あふれる冬の傑作、イワシのつみれ汁。滋味あふれる旬の味を今夜は丸ごといただこう。